佐賀生は中学校。高等学校は、佐賀県佐賀市兵庫北2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒のみが、普通科中高一貫コースに進学し、高等学校から入学した外部進学の生徒とは3年間別コースで、学習する併設型中高一貫校。 募集要項佐賀清和高等学校によれば、高等学校から生徒を募集するコースは、特別進学、探究分離、普通、情報ビジネスの各コースであり、普通科中校一貫コースでは生徒を募集しない。1986年に佐賀清和中学校を併設。元は女子校だったが、1998年により男女教学。 教養という礼儀作法を学ぶ授業が時間割に入っている。これは総合学習の時間が教養に振り返られているものである。佐賀生は中学校、高等学校では前期2年間の愛期、中期2年間の通期、後期2年間のスリー期に教育区分する2から2から 2, から2生を採用し、中学校第3学年から高等学校の学習内容に入り、 普通科中高一貫コースでは高等学校第一学年から普通科特別進学コースでは高等学校第二学年からそれぞれ文系と理系に分かれて学習する。ありがとうございます。